スマート望遠鏡はついに家電になっちゃいましたね。こんにちは、すみやです。シースター S30 の取り扱いがビクセンでもね、始まっているようです。ヨドバシカメラとかビッグカメラ、家電量販店でも買えるようになるようです。すごいですね。スマート望遠鏡はついに家電になっちゃいましたね。一家に一台スマート望遠鏡の時代かもしれませんね。ビクセンのサイトを見るとね、こう書いてあります。株式会社ビクセンは ZWO 社製スマート天体望遠鏡シースターシリーズの取り扱いを開始いたしますと。 ZWO 社、中国に本社を置く天体写真用のカメラをメインに取り扱うメーカーです。2011年に設立され、スローガンは Make Astrography Easy and Fun、 天体写真を簡単に楽しくですと。ここまでね、会社を紹介するっていうのはかなりのね、力の入れようですね。シースター S30 だけではなくて S50 もね、ビクセンで販売されるようです。オールインワンスマート天体望遠鏡 ZWO、 シースター S30、 S50、 手のひらに集める空コレクションと手のひらに集める空コレクションの例としてね、 M8 日型星雲、 M20 三列星雲、 M17 オメガ星雲、 M16 和子星雲が紹介されてますね。あ、そうか、これが手に入るのは春だからね、夏の星雲を紹介しているんでしょうね。あえてね、夏の星雲を紹介してますね。この頃には使えますよということなんでしょうね。それでビクセンのね、オンラインストアからも買えるようですが、 S30 はね、オープン価格、 S50 もかな、一応オープン価格になってはいるんですが、ビクセンのオンラインショップで買えるようですね。S50 は 93,500 円となっています。高いじゃないのと思うかもしれませんが、これはね、割引が入ってないので、このまま買うと高いですよね。ビクセンオンラインで買う人いないかもしれませんね。それよりはヨドバシで買うとですね、あ、これは S30 ですが 69,300 円、販売開始日2025年春発売と。ビッグカメラもね、同じですね、 69,300 円。もちろんね、ポイント還元入れると競泳東京とかね、星宮さんで買うのと全く同じ値段になるようですけどもね。ビッグカメラの方は 30mm と 50mm 両方をね、紹介しています。そして 50mm の方はね、もうちょっと早い時期に買えるようですよ。12月8日だったかな。S30 のビクセンの紹介のサイトを見るとですね、これ1台で天体撮影がみんなで楽しめる ZWO シースター S30、 専用アプリで簡単操作、初心者でも手軽に天体を撮影できます。ゲストモードで接続することで最大8名まで同時に画面を共有できます。みんなで一緒に天体鑑賞を楽しめますというふうにね、ゲストモードの紹介までしてますよ。これはね、今までにない紹介の仕方ですね。専用アプリのダウンロードが必要ですと書いてますね。はい。それから太陽や野鳥まで昼も夜も大活躍、付属の高性能太陽フィルターを使って安全に太陽の姿を捉えます。風景モードでは野鳥や景色を撮影することができます。太陽と、これは白鷺が紹介されてますね。それからワイドな風景も撮影可能に、広角カメラを搭載し望遠カメラとワンタッチで切り替えることができます。風景撮影の幅が広がり、日中の撮影対象を見つけやすくなります。グローバルなアストロコミュニティ、撮影した画像は専用アプリ内のコミュニティで写真や情報を共有できます。あ、それからもう一つね、すごい情報がありましたよ。星宮さんの公式ページで21時間前なので11月15日付だと思いますが、ドワーフ3を11月25日から星宮で予約受付開始しますと書いてあります。今までね、きびだんごしか日本国内では購入ルートがなかったんですが、星宮さんからも買えるようですね。詳細は順次発表していきますのでお楽しみにしてお待ちくださいと書いてあります。日本の天体望遠鏡販売店もね、本格的にドワーフ3の販売に乗り出してきましたね。他の天体望遠鏡販売店が追随するのかどうかも注目したいところですね。はい、きびだんごさん頑張って、もうすでに1000台以上売れてんのかな、はい、予約が1000台ぐらい入ってるような感じでしたね。9000万円ぐらいの資金をもう集めたようです。もうすぐ1億円ですねすごいね。はい、きびだんごさんついにね1億円超えかというところまで来ていますよ。ビクセンまでね、海外のスマート望遠鏡を販売するようになっていくわけですから、もはやね天体望遠鏡の販売の主戦場はスマート望遠鏡だというふうにね、メーカーサイドも考えているし販売店も考えているんだと思われます。いやーすごいね。家電量販店で販売されればね、多分店頭で見つけた人が衝動買いをするかもしれませんねスマート望遠鏡衝動買いの時代になるかもしれません。はい、すごいことですね。天体望遠鏡なんか買ったことないよっていう人がね、いろんな安い天体望遠鏡が並んでる中にスマート望遠鏡があったら、あ、こっちの方が絶対いいやって思いますよね。はい。今までは子供向けのおもちゃの天体望遠鏡ぐらいしかね、家電量販店でも置いてなかった。まあもうちょっといいものも置いてたかもしれませんが、はい。そういう時代から一気に家電量販店もスマート望遠鏡の販売で稼ごうという時代になったということですね。これはすごいかもしれませんね。そのうち Amazon で買えるようになるかもしれませんね。はい。国によってはそういうところがあるかもしれませんが、はい、そういう状況になってきました。天文人口のね裾野が広がるっていう点では歓迎すべきことなのかもしれませんね。はい、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。えいえいと。